モニカナ・ランホは、スペインの歌手。スペインとラテンアメリカ圏内での人気があり、最もパワフルな歌手の一人として認知されている。これまでに、ルチアーノ・パワロッティ、ロシー・オフ・ラド、ミヒク・ナ・マッツィーニなどの歌手と共演経験がある。モニカナ・ランホは1994年にデビューアルバムを発表したが、スペインではそれほど注目を得られなかった。そのため、 モニカはメキシコで運を試すことを決意し、かの地へ旅立った。1994年8月28日、モニカナ・ランホは、シエンプレ・イエヌ・ドミンゴという番組で、テレビに初登場した。何週間か前からメキシコ国内のラジオ各局では、彼女の最初のシングル、エル・ア・モール・コロッカが流されていた。この曲が大ヒットしたおかげで、 1995年11月の21日と22日の両日テアトロメトロポリタンにおいて2回のコンサートが開催されることになった。この頃にはすでに売り上げは250万枚に達していた。1996年にはメキシコのエレス賞で90年代の最も素晴らしいポップ歌手の一人にノミネートされた。同じく90年代には クリーストバール・サンサノと共作したドン・デ・エストロスという曲をリッキー・マーティンに提供した。モニカナ・ランホがラテンアメリカで予想外に成功したことを受け、レコード会社の重役たちは彼女をスペインで売り出そうと決断した。1997年、モニカはセカンドアルバムパラブラ・デブ・ヘールを発表し、主にスペインとメキシコで350万枚を売り上げた。 このアルバムのプロデューサーはクリーストバール・サンサノだった。1枚目と2枚目のアルバムにはかなりの変化と進展があった。この2枚目のアルバムによって素晴らしいボーカル力を持つアーティストとして認められ、人々からフィゲラスの黒表として知られるようになり、セックスシンボルでありディーバであると位置付けられた。ファーストシングルでサタメイのミュージックビデオの中でモニカは大胆な衣装を身につけ、 男たちを従え、彼女を愛部する女たちに囲まれて登場する。同性愛的なほのめ歌詞は明らかで、その時代においては非常に先端的なものであった。スペインでのキャリアはアルバム発売から始まっていた。モニカナ・ランホとは誰かというタイトルでシャンという雑誌の関東を飾ったのだ。このことと彼女の歌詞の内容や感動的なビデオクリップとが相まって、 彼女の作品は同性愛者たちからの支持を獲得していった。後にイザベル・ゲミオ司会のアンテナさんの番組ソルプレイザー、ソルプレーザーに出演したことで彼女のスペインでの成功が決定的となった。同年、モニカナ・ランホは世界で最も売れたラテンアーティストとしてモナコでワールド・ミュージック・アワーズを受賞した。やがて百九十八年の十一月には スペインにおける、このアルバムのヒットが認められプレミオアミーゴを受賞する。アルバムには10曲が収録されており、そのうち8曲がシングルとして発売された。モニカは成功に恵まれたものの、その成功によって重大なストレスに苦しみ、もっと平穏な生活にイントーンし、アーティストとしてもっと進化するため新しい道を切り開いていきたいと望むようになった。 彼女の再登場は予定よりも遅れ、人々を驚かせた。2000年に発売されたアルバム、見なげは危険で、個人的なモニカの賭けだった。このアルバムは、モニカのお気に入りのイタリア人歌手、ミーナに捧げられ、ほとんどの楽曲がミーナの往年のヒット曲をアレンジしたものである。当時モニカは、子供の頃からミーナのファンであり、 ずっと彼女の歌を歌いたいと思っていたと語っている。また、航空事故にもなりかねなかった飛行機のトラブルを経験したことも、このプロジェクトを推進させる一因となったと明らかにしている。モニカは人生とは短いものと実感し、手遅れにならないうちに彼女の望みを実現しようと決意したのである。アルバムの準備をするため、モニカはミーナとのコラボレーションに着手した。 アルバム内の一曲を彼女とデュエットし、ほとんど全ての楽曲のプロデュースを、ミナの息子である、マッシュミリアーノ・パニの手に委ねた。エナモラドや、If You Leave Me Now などの数曲を録音するため、協力者として、フィル・マンザネラを、そして、チェールのビリーブ、エンリケイ・グレシアスのバイラモス、ティナ・ターナーの When the Heart a h e Is Over などの、ヒット曲の生みの親、ブライアン・ローリングや、 グラハムスタックをプロデューサーとして迎え入れた。ファーストシングルソブレイビービレイは、以前のモニカのスタイルとはかなり異なるロック調の曲だったが、それにもかかわらず大ヒットとなり、現在まさしく誰もが知るアンセムとなっている。同じ年に、コンサートでルチアーノ・パバロッティやエール・バーニョとのデュエットを実現した。パバロッティとは、アニュスデイと、オール・ユー・ニード・イズ・ラブを歌った。年、 モニカ・ナ・ランホは4枚目のアルバムチカス・マラスを発表した。ディアネ・ウォーレン、クレック・アレクサンドル、ルイス・ビアンケ・ネローが参加し、制作や録音に関しては、その当時までの彼女のキャリアにおいて、最も野心的なものとなった。このタイトルは、マイウェストの有名なセリフ、良い娘たちは天国へ行くけど、悪い娘たちは、どこへでも行くわから取ったものである。アルバムは発売後、 1> 第1週目に10万枚を売り上げた。2003年の初めに同アルバムのインターナショナル版を発売した。自分自身に向き合うため自主的に歌手活動から身を引いていたモニカは約2年間の沈黙の後、2005年に11年間のキャリアのベスト版であるコレクションプリーバダを発表した。このベスト版は2つのバージョンが制作された。2枚組 CD の通常版と、 限定版の豪華なケース入りのものである。これは収集家にとって収集物の一部となった。限定版には、彼女の4枚のアルバムから入りすぐった楽曲と、素晴らしい写真、ライブアルバム、DVD、未発表曲へナモラダで T.I. が収められている。スタジオでの最後のアルバム制作から6年が経ち、このアルバムによって、モニカナ・ランホは帰還した。新作のプロデューサーは、 スコットランドのエレクトロニックロックグループユニオン・オブ・カイブスのメンバーであるクリス・ゴードンとデーブ・マクレーンの二人である。マット・ダンクリーはクリス・ゴードンとジェフ・ホスターの監督のもとアルバムの弦楽器と還元楽用編曲を担当した。ジョゼ・マニュエル・ナバロは12曲中10曲の作詞を担当した。残り2曲の歌詞はマニー・ベニトがレボルシオンを デイブ・マクレーンとクリス・ゴードンが、モニカと共にエルデス・感想を手掛けた。これら2曲は、モニカ自身によって作曲され、クリス・ゴードンとデイブ・マクレーンが、最終的なプロデュースを行った。エンジニアリングと、プロツールズの作業は、ホルディ・ブッフ、クリス・ゴードン、ダニエル・モリソンが担当した。スティーブン・フィッツ・ムリシーは、カイリー・ミノーグ、クレイグ・デビット、ジャミリア、ティナ・ターナー、U2、 シール、デペッシュモードなどのアーティストに協力したことがあり、ニューアルバムの12曲中6曲のミックスを担当した。グラスゴー、ロンドン、バルセロナ、プラハで録音された。アルバムはニューヨーク市のザロッチでエミリー・ラザールによってマスタリングされた。2月に音楽シーンへの復帰となるシングルヨーロッパが流れ始め、3月に CD とデジタルフォーマットで発売され、 スペイン国内アーティストのシングル売り上げ第1位となり、10週連続でその地位を保った。7月には、第2弾シングルアモール・ワイル・ホが、ジュアン・ベル・モンテ、ホルディ・ブッフによるリミックス版とジュアン・マリオによるミュージックビデオと共に発売された。このシングルは12週連続で売り上げ第1位を維持した。さらに、このアルバムは、プロミューザッキーによって、 スペインで2つのプラチナディスクに認定され、2009年の6月までに、トータルで25万枚を売り上げた。8月には、トランチュラの特別限定版が発売された。これには、リミックスと2つのビデオクリップ、メイキング映像、2007年に行われたタランチュラの録音について語る、オーディオビジュアル資料が含まれた DVD が付いている。 前述の再編集版によって再び売り上げ第1位に帰り咲き6週連続でその座を守り12万枚以上を売り上げた。現在モニカはアダージョツアー公演で最高の評価を獲得しつつある。この公演ではマドリッド公共楽団ヌールのソプラノ及びテノールが唱団と共演し彼女の代表作の数々を公共曲にアレンジしている。ありがとうございます。